ただかなくても大丈夫な状況です。でこれで皆さん全て8名の選手の方が枠番決定しました。枠番が決定したら先ほどの平島さんから励ましの言葉があります。2023へご来場いただき、どうやらイベントホールで枠番選択会が始まります。お待たせいたしました。ラピスタ新橋プレゼンツじっくり見ていきたいと思います。 SG 第38回スーパースター王座決定戦枠番選択会を行います。はじめに枠番選択会をお手伝いいただきます。川口王とイメージガール平島夏実さん、なっちゃんの登場です。平島さんです、お願いします。川口王とイメージガール平島夏実です。皆さんお集まりいただきありがとうございます。最後まで見ていってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということでなっちゃんの挨拶でした。さあ皆様、これよりこれで最終レース終わってもたくさんの人がね、今ね画面の下に見えていますが、出場選手が入場されます、ね、盛大な拍手でお迎えください。さあ選手が登場します。トライアルポイント第1位、青山周平選手。青山選手が登場しました。第1位で予選通過しています。トライアルポイント第2位、鈴木圭一郎選手。鈴木圭一郎選手が 2番目で何枠を取るのか、ここに尽きると思います。続いて第3位、黒川恭介選手。黒川選手3番目に枠を選びます。続いて第4位、金子大輔選手。そして金子選手です、4番目で予選通過しました。続いて第5位、荒尾聡選手。荒尾選手も最後勝負掛けを決めてトライアル通過です。佐藤孝也選手も決めてきました。会場を盛り上げてくださっています。続いて第7位、中村雅人選手。おー、ひときわ大きい声が飛んでおります。続いて第8位、高橋貢選手。はい、高橋貢選手にも大きな声援が飛びました。さあこの8人この順番で枠番を選ぶということになります。トライアルポイント第1位、青山選手、どうぞ希望の枠番をセンターマイクでお伝えください。さあ青山選手です。はい、1番でお願いします。はい、いつも通りの1番。さあ問題はこの後です。鈴木圭一郎選手が何枠に行くのか。続いてトライアルポイント第2位、鈴木圭一郎選手お願いします。3番でお願いします。3枠、圭一郎選手は3枠を選びました。さあ黒川選手のこの表情。続いて第3位、黒川選手お願いします。2番でお願いします。2枠ということです。金子選手お願いします。4番でお願いします。さあここからはだんだん枠番通りに埋まっていくのかなと思われます。続いて荒尾選手お願いします。5番でお願いします。はい、5枠荒尾選手。続いて佐藤孝也選手お願いします。盛り上げてくださってますね。6番はい、6号車ということです。続いて中村選手お願いします。7番お願いします。はい、中村選手は7番。中村選手は2015年以来のスーパースター王座決定戦。続いて高橋光選手お願いします。そして光選手は2019年以来の王座決定戦、残った8番いただきます。さあ枠番が決まりました。板橋さんいかがですか。
はい、大体でも毎年同じようなインコースからね取ってましたけど、あの鈴木圭一郎選手だけはね一つ置いてましたね。ナピスタ新橋プレゼンツ、ね、スーパースターフェスタ2023 SG 第38回スーパースター王座決定戦の、まあ、やっぱり青山選手が1に行くのはまあ、ある程度満場一致で想像の範囲内だと思うんですが、鈴木圭一郎選手、これでね、どこ行くか本当わからないですもんね。皆様へ一言お願いします。で結局3枠ということになりました、うん、では一人ずつ選手のメッセージになります。はい、ついに王座が決定ということで、私は思想先導で選手の皆さんを送り出したいと思います。そして31日大晦日、みんなで一緒にチェッカーフラッグ、誰が一番に受けるのかを見届けたいと思います。皆さん頑張ってください。平島さん、ありがとうございました。それでは平島さんを交えたフォトセッションを行います。選手の皆さん、平島さん、よろしくお願いいたします。まず青山選手、1番、2番、3番、4番の選手、奥側にお願いいたします。まずは目線を左側にお願いいたします。左側お願いいたします。よろしいですか。続いて真ん中お願いします。1番から4番の方、左手でガッツポーズで、はい、5番から8番の皆さんは右手でガッツポーズお願いします。報道関係者の皆さん、順番でお写真をお撮りください。どうでしょう。よろしいでしょうか。続いて右側に目線をお願いいたします。どうでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ゲストフォトセッションはこの辺りで終了させていただきます。ここで平島さんは退場となります。盛大な拍手でお送りください。では引き続き8選手のフォトセッションを行います。立ち位置などはよろしいですか。はい、まずは左側から目線お願いします。皆様表情が硬いですかね。はい、笑顔でお願いいたします。はい、続いて真ん中お願いします。ぜひ報道関係者の方にも目線をお願いいたします。ガッツポーズでお願いします。さあ、ということで皆さんには表彰式の様子、あ、失礼、イベントホールでの枠番選択会フォトセッションの様子をご覧いただいています。それではまずは1号車青山周平選手からお話を伺います。センターマイクにどうぞ。青山選手、王座決定戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まず1枠を選んだ理由教えてください。位置が好きだからです。今節のスタートのキレいかがでしょうか。無駄なんですけど、連日いいスタートは切れてます。はい、エンジン状態はどうでしょうか。もう着もいいので、安定していいところにあると思います。それではファンの皆様に意気込みお願いします。はい、
明日も一生懸命頑張ります。応援してください。続いて2号車黒川京介選手です。どうぞ。黒川選手、王座決定戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。2大会ぶりのトライアル戦でしっかりと王座決定戦進出しました。今のお気持ちいかがでしょうか。はい、すごく嬉しいです。そして2枠を選択しました。どうして選択したんでしょうか。できるだけ内側取ろうと思っていたので2枠を選びました。今回は外目からスタートを切っていることが多いですけども、2枠のイメージいかがですか。いや、わかんないんですけど練習して、はい、頑張って切ります。そして今節のエンジン状態を教えてください。すごくいいと思います。では意気込みお願いします。はい、たくさんの応援や支えのおかげでまたこのレースに戻ってくることができたので一生懸命頑張ります。応援してください。続いて3号車鈴木圭一郎選手、お願いします。圭一郎選手、8年連続の王座決定戦進出です。おめでとうございます。ありがとうございます。バック番選択では3枠を選びました。理由を教えてください。はい、イメージがいいです。前回も3枠から勝ちましたね。はい。今節のスタートのキレいかがでしょうか。非常に悪いです。エンジン状態はどうですか。ここ最近の中で一番悪いです。じゃあ明日に向けてもまだまだ調整が必要ですね。はい。それでは意気込みお願いします。はい、エンジン激変するように、ギリギリまで整備して、優勝しますので応援よろしくお願いします。続いて金子選手、お願いします。金子選手、王座決定戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。一笑いありがとうございます。お気持ちはいかがですか。王座決定戦進出です。お気持ちいかがですか。いや、嬉しいです。おでこも痛いですけど。結構な勢いで行きましたけども、はい、4枠を選びました。はい、そこに4があったから選びました。はい、スタート今節いかがですか。いっぱい練習してんですけど、まあ、周りがちょっと早すぎるんで、まあ、自分なりに精一杯明日も切りたいと思います。現在のエンジン状態いかがでしょうか。まあ、悪くはないと思うんですけど、もうちょっとですね。はい。では意気込みをお願いします。はい、明日も、やれることやって精一杯頑張ります。頑張ってください。続いて5号車荒尾聡選手、お願いします。荒尾選手、王座決定戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちいかがでしょうか。まあ、ここに来るまでかなり苦しんだんで、はい、ほっとしてます。5枠のスタートのイメージいかがですか。まあ、5枠は好きな、特に川口の5枠は好きですね。はい。今節に来るまでかなりこうエンジン状態苦労していた気がするんですが、今節はどうでしたか。まあ、前勤日から整備して、はい、激変したんで、はい、まだ上積みはできると思います。それでは明日に向けて意気込みお願いします。はい、今年も1年間応援ありがとうございました。感謝の気持ちを持って明日一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。続いて6号車佐藤孝也選手、お願いします。孝也選手、2大会ぶりのトライアル戦でしっかりと王座決定戦進出となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちはいかがでしょうか。すごいほっとしてます。そして高谷選手のこの緑のカラー残ってましたね。はい、もうこれしか取る理由はないですね。スタートキレはどうでしょう。外からの方がいいです。エンジン状態は今節いかがですか。今日ちょっとすごい変わってしまったので今からちょっといろいろやろうかと思ってます。はい、それでは最後
皆さんに意気込みお願いします。はい、大晦日に最高の枠が回ってきたので明日は大暴れしますので応援よろしくお願いします。ベッドオンミー。では続いて中村選手お願いします。7号車中村雅人選手です。8年ぶりとなりました。いかがですか？いや、時間かかりましたね、はい、ただね、今回は1着も昨日ありました。そうですね、はい、まあ、しっかり会えば、まあ、勝負になると思います。スタートのキレいかがでしょうか？スタートはまあ正直ムラなので、まあ、集中してもう切るだけですね。エンジン状態も教えてください。エンジン状態、まあ、今日はちょっとダメだったんですけど、まあも頑張って明日、整備 し直して、持ち直したいと思います。では最後に意気込みお願いします。はい、そうですね、まあ、10年前にスーパースター勝った7枠なので、まあ、ゲームはいいと思うので、明日精一杯悔いないように頑張ります。よろしくお願いします。頑張ってください。続いて8号車高橋貢選手お願いします。3大会ぶりとなりました。今のお気持ちいかがでしょうか？奇跡です。今日も最後の最後までわからなかったですね。そうですね、最終レースの結果次第だったので、はい、スタートの切れ今節いかがでしょうか？まあ、かなり悪かったんですけど今日は思い切って いけたと思います。エンジン状態はどうですか？かなり今日良くなっていると思いますね、はい、明日楽しみですね。そうですね、はい、では意気込みお願いします。今年も、あと1走なので、精一杯、締めくくりたいと思いますので応援よろしくお願いします。8選手の皆様の意気込みを伺いました。それでは選手の退場でございます。ラピスタ新橋プレゼンツスーパースターフェスタ2023 SG 第38回スーパースター王座決定戦出場8選手を盛大な拍手でお送りください。